農協の場合はやっぱ部会だから、部会共犯だから、話が進まんだよね。だけど農協が悪いわけじゃないけど、もう言い方が悪いけど組合員が悪いだよ。組合員が全員が安くてもいい件が生き残るために、いわゆる取引先のシェアを取ろうじゃないやと。でまあまあ極端に180円でキロ180円で取ったとしても、全部180円で売れて、まあ一軒当たりもうみんなが800万取れるとするじゃん。そら実はそっちの方がいいだよ、全員が生き残れるけど。でもまとまらんのね。いやいや、もう絶対まとまらんよ、相場が、比べるところは相場だよ、だけどこの常識、これ、まあ、この話がまあまあ、だからここで本田さん、志垣さん、このこういうところでこんな話を聞こうとする農家さんの方がまだ珍しいし、だから僕もまあもうお分かりの通り、こんな話をしてる件ってそんなめちゃくちゃ人間集まらんでしょ、ね、もう時代がそうなっとけば俺も学びたい俺も学びたいって来るけど、まあまあまあ山下さんはそう言うけど、別に俺はいい件がっていう人ってが今 99.99% だけどね、だけどいいとよ、それはそれで。別に俺もほら耳で連れてきてから引っ張ってきてからさ、こう伝えたいわけじゃないけども、ただ僕は僕なりの信念があって、そういう農業がなくなるとか潰れるとか思わんけど、ただいろいろややこしいやろうなって思うし、さっき言ったように景気がこう下り坂になってきた時に、農業が衰退したって話になるのと、もう今日時間がないからあんまりちょっとできないんだけど、要はあと1点だけ言うと、これ僕の予測よ。農家が今160万あって、実際活動している農家っていうのは30万しかいない、30万しか実は、要はか年収650、農業所得が650万以上の農家です。160万人いる農家は200万人いて、専業農家が160万いて、30万人が稼いでるわけで、そのうちの認定農業者が25万なわけで、25万なんだけど、さっきのコンビニエンスと農業の話の違いをしたんだけど、これすごい極端な例よ。俺農家は俺15万人になるって思ってるわけ。これが15万人になるって。でこの根拠はっていうと、さっき言った9兆円っていうこの農産物の売り上げ、いわゆるもう農業って今日本で9兆円分しか売れないわけで、輸入が6兆円来てるわけで、輸入には食われるかもしれないけども、9兆円の取り合いをしている中で、今農業法人っていうのが、農業法人が2万社あって、今1億円以上売り上げている農家っていうのが、2000社、野菜農家だけど1億円以上で、これがで農業法人を今、国は5万社までするって言ってるわけ。とも国がだから株式会社とか0円でもいいですよって。で5万社になって、この5万社が1億円もし売り上げたとするならば5兆円になるわけ。ってことはもう5万の農業法人が1億円の売り上げ、平均で売り上げたとしたならば、もう農産物のほとんどをこの5万社で生産できるのよ、計算上。で残りの10万人で4兆円で、いわゆる1件当たり4000万。でもさっきの話じゃないけど、相対取引していいですか、面積広げて大量に納品したりするならば、もう 1億円なんてあっという間だけ、簡単に1億円でできるの。もう言ってみれば1000円の農産物1ケース製のものを10万ケース出せばいいわけだから、もう面積広げて従業員雇ってじゃんじゃん送り込めばいいわけで、このバイヤーはそういう人を求めてるわけでしょ、このスーパーマーケットはそういうのを求めてるわけでしょ。ってことは時代はこういう人を求めてるわけで、これに気づいた人間は大量生産してバイヤーに2000円じゃなくて1950円でいいですよって言ってから、自分は1900円ぐらいで作ってずっとお金を回して行き先すると、どれだけでも売り上げて上がっていくわけ、大儲けはしないんだけどね。ってなってくると、もうあっという間に5万社が1億円を売り上げることになってくると、もう農家いらないのよ、正直言うと。ただその時に農協はどうなるでしょうかってなってくるわけ、農協は。でおそらく農協も農協の中でこっち側に入ってくるんですよね、農協の中で。だから
一つの農協で例えば JA 浮き、例えば JA 熊本市がどのくらいの、ね、売り上げを農産物で上げてるかじゃなってくる。大体、まあ、100億ぐらい、大体100億ぐらい、ね、で100億売り上げているから農協は潰れないの。農協は潰れないんだけど100億売り上げてるのに、1万人、うん、1万人組合人がいたならば1軒あたり1000万、うん、でこれが1000人になったならば1軒あたりっていうふうに、この農協は農協で農協の中でも何ちゅうかな、うん、何ちゅうかな、だけど例えば別に法人化せんでも大規模せんでも農協の組合の中に入って何とかさんが作らんだったところ自分が作るになる、何とかさんが作らんだったら自分が作るになって、組合員は減っても多分売り上げっていうのは多分農協は変わっていかない。だからどっちにしろ法人化しようか しなかろうが大規模化しようかしなかろうが、少ない人数で生産性を上げるっていうふうに時代が動いてるのは間違いないわけ。少ない生産性で、先ほどテクノロジーもそうですよね、少ない時間で生産性を上げる方に時代が動いてるから、どっちにしろなんていうかな、まあ、大規模化しなさいじゃないけれども、そっちの方に時代が動いてる時に自分はどこに立ち位置を持つかなんですね。自分はどこに立ち位置を持つか、まあ、っていう話を、まあ、永遠とこうしていきます。非常にだからね、正直言うと僕も答えは出ないという、あっちがいいよこっちがいいよとはなかなか言えないんだけど、うん、先時代がどうなるかは分かってるのよ。